風間圭のやっぱり不感想なにわ突撃呼び込む、はい、これさ、うん、この間最新回のラジオの時さ、うん、なにわ突撃呼び込む切られてなかった。え、マジ？そうね。じゃあちょっと一回確認して最新のラジオ。今ペイペイちょっと今ペイペイ、あペイペイで、あのペイペイ、あ安藤さんに月々のね、いやペイペイのペイペイ、今日のルーム代月謝ね、月謝月謝ちゃおう、何も教えてない、ツッコミしていただいてありがとうございます。何も教えてない。最近のやつ、そうそう、ラジオ最近のやつね。お、聞いたね。うん、一番最初聞いてみて、一番最初あのやっぱり感想入ってました。入ってたよ。入ってました。お前が飛ばしただけよ。お前がただ飛ばしただけ。入ってました。えらい笑ってよ、お前。はい、入ってました。いやいや、まあまあ、そういうことあらあら、まあまあまあ、あらあら、花咲だけ言っとる。まあまあ、まあ、みんなの中に花咲言っとるし、おらんわ。花咲の中にみんないますから。おらんよ、情報。いやいや、そんなことない。情報おらんよ。花咲みたいな言い方したってそういうことです。情報おらんよね。まあ、花咲はやっぱあっち男ですからね。いや、出た、まあ、うん、あっち男だ、あいつは。みんなツイートしてたな。なんかツイートしましたっけ。なんかツイートしてたな、みんな。みんなあっちいぜ。なんでこんなあっちいのかなって思ったら夏だぜって言ってました。あ、すげえやろ。めっちゃアホや。おっとっとっと、夏だぜ。いや、いいジャンプ。いいジャンプ、いいジャンプか。いいジャンプ、いいジャンプですよ。いい、だいいジャンプ、はい、いいじゃん。ソニーね、ソニー、ソニーね、ソニーと。カレーライスの女ね。そうそうそう。こと言う、こと言う、こと言う。今、構成してる。すごい。ほんま？構成してる。構成してる。もう構成してるよ。あの人は。よかった。よかった、よかった。いや、よかったじゃないよ。え？なんでもよかった。構成してよかった。なんなんすか、よかった。話してる。いや、自分で話変えれるやろ。ご苦労さんのよかったって、何でしょうね、よかった。話変えれるやろ。いや、まあ、やめたんかも、そういうの全部。どういうこと？話変える。いや、そんなことない。そういう努力するもんもやめたんか。いや、違うわ。いや、まあ、M1 ですよ。そう。それも、それもこれも。あっちゅうま。うん、それもこれも M1 ですよ。あっちゅうまよ。生まれて死ぬまでいい。あっちゅうま。お、そうっすね。なんで気まずい？いやいや、いやいや、ほんまにそうやったって。いや、まあまあな。でも、だから別に歌詞もじってるわけでもないからさ。まあまあやった。あれ、なんやった？あっちゅうまって。でねんでねんでトライトライトライ、あ、それが答えだよ。あ、え、ガッツだぜ。じゃあえ、ガッツだぜなんや。うわっ、それが万が一、近代一、迷宮入りする前にそれだーえだちゃうか、転調しすぎやろ。似てるわ、似てるじゃん、似てる、転調しすぎてる。お前 M1 ね、うん、M1 すね。まあ、9日ですからね。ほんまや、もうそれほんまや。まあ、ツイートしました。何？9日ですよって言うてん。エントリー番号だけ。なんでエントリー番号さツイートすんのに。あれでもエントリー番号ツイートした人が、うん、日程とか一番にツイートしていった方がいいっすよ、うん、で一番 M1 好きな人やるんだからね。なんなんそれ、3人の中で好きな人と別れてるってみんな同じ気持ちあるよそれ。ですけどなんかどのコンビ見ててもそうじゃないですか。エントリー番号これ何番って言ってる人の相方の方が先に日程だけ言うってことなくないですか。イメージはその人が日程とかも出たらすぐにこの日やりますぜ、うん、頑張りますぜ、うん、幕張メッセっていうのを俺の俺の俺のやつやで。幕張メッセって間あったんやお前が言うや。いやもう花待たすね。ありがとうございます。花待たすね。ありがとうございます。言いたいもんなあれな、あれ言いたいもんね、あれ言いたいもんね。なんで話してもらうんですか。早くツイートした方がいいっすよ。いやいや、やれよお前。僕でもマジで M1 はもう今1個だけしかしてないです。何？今年、社長今日えらい暑いな思ったら何や、 M1 始まったのかっていうやつ。俺1万いいねいくと思ってましたけど11です。全然やばい全然やばい。いや、まあまあでも日、まあまあ日程やな。そうやな、日程が日程も出てなんか語呂も作ってましたよ、うん、M1 の、うん、なんか2394番、うん、なんだっけ、に、にみ、え、じゃあ、つみ、きゅうに、つみ、きゅうに、つみ、2392番、うん、あ、2392番なんですよ、つみ、きゅうに、きゅうにつむ、え、ツイートした一番いいの、一番いいの欲しいやつのツイートっすよね
弱い弱い頃自虐も入れてね、うん、弱い頃やったな去年負けたっていう伏線回収もしてね、あちゃんとここでそうで罪急になんかマイナス思考でこんなごっつい金髪のやつがちょっと弱、うん、ちょっと弱々しいところについていいね稼ごうとしたね、そこまでは思ってない何いいねやった野辺さんチェックして、はい、そんな思ってないこれって予想は何いい、ちょっと待ってくださいこれなんて聞いたらいいのツイートするときは何いいね欲しい、いやそんなないよそんなゼロいいね、いやじゃあゼロいいねじゃなくて別に思ったことをやったらまあまあいいねとか実は言ったらいいなとはさすが思うけどツイッターやからだからこれ50やっちゃうわ X やから X やからだからこれ50言ってたらもうやってんなやってんな積み急にのやつね、うん、積み急にのやつ、はい、います、はい36いいねセーフやってませんでした微妙やなそこまで言ってリツイート3セーフリツイート3そこまで言ってないいよこれはいいよすごいけど何いいすごいすごいすごいいいどうでいいっていやもうすごいよこれはもうなんかみんなに響いてるよこれなんか信代さんのツイートもさ信代さん最近もう芸人辞めてますよねツイッター違うあの野球のことようつぶてます野球以外のことなんか言ってませんでしたなんやろな。ちょ見ていいですか、野上さんのやつ。野球しか滑れないの結構。野上さんのね、そんな気になる？いや、その僕は全部見てるんですよ。ツイッター配信やった。ツイッター配信。これじゃなかった。めっちゃ前。いつやる？こうウエスタンツライブとかでしょ。これじゃない、これじゃない。これも違う。野球や。あれどれやったっけな。なんか。あ、でもこれは。あの、はい、確かになと思ったでっかいおにぎりかと思ったってやつは、うん、確かにと思いました、まあまあ、確かに近いわそれは共感してくれた、はい、あよかったよかった何でもかんでも僕否定するわけじゃないんでそうそれは共感してくれたこれ何やったっけな何や怖いな変なことつぶやいてるからいや変なことはつぶやいてますよバカな言いなさんな何でそしゃべり方昔の人のことが出てきたみたいな昔のなんかちょっと見つからなかったです読んでなかったまあまあ僕はね見つからんかったんか見つからんかったんかなんやろうな見つからんかったんかなんか言うたかな変なこと、まあ、ツイッター警察やからなこいつあまあまあ結構僕はね厳しいね、うん、なんか一番心に響いたツイートみたいないですかなんか最近見たなんか最近心に響いたあ共感できるしなんかすげえなんかなんかあれですかね、ジャックポットの河野は、ジャックポットの沢田が酔いつぶれて寝てる写真に対して相方がご迷惑をおかけしたみたいな、うん、みたいな見た時は、まあ、そう思うよなと思いましたえ、お前ツイッター楽しくないツイッターは楽しいですよいいやつでもここ最近はでもあれですよそれこそ俊介の坂本さんのエゴサーチして一番辛いのは、うん、あの悪口とか言われてる時じゃないと、うん、自分のツイートしか出てこへん時ああまあ心理な、うん、興味を持たれてないと思うあれはなんかなかなかいいなそういいっすあそれはいいっすねいいっすねめちゃめちゃ確かにああそうやもんなでもリツイート見せてもらったら自分のだから今ちょっと携帯使えないんであれですけど、うん、僕のやつ僕も響いたやもうええやつ全部リツイートしてるんでなるほどはいここあとあれあれマキモノズのサスケが、うん、あの上げてるやつがこれ俺さ跳ねるんちゃうのかなと思ってえ何何これ結構前やねんな響いたこれ響きましたねいやでも結構いってんじゃん俺見た時はそんなに跳ねてなくてそこまでねうんああでも11なんやこれ何今宮恵比寿か荻野茶屋萩野茶屋萩野茶屋かあ確かにややこしいなクイズもするっていうのこれめっちゃ似てるんですよ今宮恵比寿とあほんまやそう神戸だ南海の今宮恵比寿駅と萩野茶屋ってもうほぼ近いところにあるやん、うん、ああはい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 景色多分一緒やん、ね、あそうなんやへえだからあけどほんまやすごいなこれとかなんかめっちゃ盛り上がるんちゃうのかなと思いましたからリツイートはしました僕はああそうなんやそうなんや、はい、こういうだ向こう側が逆に疑心暗鬼になってるかもしれんああ なぜこいつがリツイートしてきたんやいじってんの態度悪あの子そんな感じあのコブラが一致んちゃうかってまあまあ、うん、なんていうか朝もあるあとなんすかねこれ良かったよってやつですよねこれ良かった
あとなんかだからまあ基本的にはあれか告知系を結構リツイートしちゃってんのか。うん、うん、まあまあ、うん、それぐらいですかね。それぐらいかい。それぐらいかいお前、うん、やっぱりあこれな、上尾さんの青春すわっていうやつで、うんうん、大量にソーセージやん。青春やな、これは青春やすごい見てほしいな。これでこれを福田とやったから一回。あ、そうだ、ね、うん、ソーセージパーティーやつやったんや、うん、ひたすらソーセージ焼いて酒飲むっていうのやったから。あ、そうなんや。これはね、おそこめっちゃ面白かった。上尾さんやっぱいいもん出してくるから、ね、ああそうなんすね、うん、これぜひよ。あとなんや、まあまあ安定の盛りだくさんです、まあまあまあ、安定。これも多分本番は文字だけにしとけばもうちょいいいねついてるんですよ。確かに。けど盛りだて邪魔して俺いいねを下げる。これやっぱいいねしたんだよな。いいね下げて。そう。リツイートもしたんだよしや。うんうん。よかったな。じゃあ M1 の話ですよ。うん。けどどっかそれだ。一番最初にエントリーナンバー上げたんやったら、あそう、日程もツイートしろよっていう。いや1回戦ですよ。1回戦ですよ。でそれこそさ、その昨日か土部さんまだ来てなかったのかな、安藤さんしゃべっとって、まあ、別に1回戦全然いいっすけどねみたいな、うん、あのまあ、今年からできたルールで、うん、要は一昨年までやったら俺らも1回戦は免除、まあ、準々決勝がいったやつは次の年の、1回戦免除、うん、免除だから、やけどでなんかみんな2回戦からやみたいな感じのこと言うけど、うん、まあ、全然1回戦からでも苦じゃないっすけどねみたいな、うん、なんかそっちの方が先に M1 なれ、まあ、なれるというか、ちょっと空気味わえるしみたいなこと言ってたんですけど、なんか上氏のこうかっこええわみたいな、なんか去年準々行ったから1回戦免除ですみたいな見た時に嫌だなと思いました。昨日はあんだけ1回戦からでも全然僕は何も思わないですけどねって言ってましたけど、2回戦からがいいなと思いました。何やねんそれ、そういう気分変わったよ。かっこいいなと思いました。まあ、でもあとはあそこでしか2分ネタやらへんっていうのもな。あ、そうやな、そうやな、1回戦か、そうか、1回戦しかな、ね、年にそこぐらいやん、ちゃんと2分ネタやるんで。そうやな、いい2分ネタもね、今年もね。あ、いや、なんか何年か前ね、どえらい揉めましたよね。はい、わ2分ネタで、なかなか2分収まらなくて。お、あれ、無人の時やったんちゃう、それこそ無観客がなんかで、あもうどのボケ抜いても時間溢れてみたいな。ああ確かに。あったっけ、そんな。ほんでマジで安藤さんが終わった後に終わったーって無観客で手応えなさすぎて蓋開けたらみんな滑ってた。ああマジで出た瞬間に俺のバッて向いて、サイエントリーいけるかなえっ、ー、あの年はあの噂されてブルーウェーブだけ受けたらしい。あ、そうなん。すげえ。ブルーウェーブはそのあのありえへんのに受けたってなったらしい。すごいな、それ無観客が受けるんや、この大会1回戦だったし。いや、コロナやったからな。そう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 、サッカーの人しか、サッカーとそのまあ、テレビ局のさ審査員の人しかおらなかったから。そうで、ブルーウェーブはスタッフさんがみんな笑ってもらったし。まあ、すごい勢いでもそうそう行っちゃって、すごいいね。いやー、まあ、今年は頑張らなきゃんねこれは。今年はね、今年はっていうか、もう今年こそね、うん、まあまあね、やっぱりもう行くか東京っていうね。そうや、うん、どういうこと。あ、準々だから準決東京でしょ。あ、そういうこと。はい、そういうことです。ややこしいな。六本木、え、六本木ちゃうやろ、まだ。え、発車浮かされるよ。でも準決行ったら六本木でしょ、だって。いや、もうどの道確定じゃないですか。まあまあまあ、ニューピアやろ。はい、決勝行っても六本木でしょ、だったら。しかも六本木行っちゃう。六本木バー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 って見た目通り言ったらええやん。俺がなんでだ。俺も言いたくない。見た目通りや、言ったらええ。見た目通りネズミ先輩やろ。バー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 って言ったやん。言ったやん、お前が。俺は言いたくない。お前が言ってるよ。ということで、頑張りますね。はい、皆さん応援よろしくお願いします。こんな奴ら応援してもらえへん。真摯に向き合ってない。